こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはグリッタルウェイ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくグリッタルウェイ行きました。続いて前へ行くのはサーテンマーケットリー、さらにはカウントアンジュレ、13番サマーズウーラー、その後ろグリッタルウェイ先手を取りました。少し間が空いてマーベラストゥモロー、これに続いてスイープホリデイ、白の帽子アリゾナパール、その後ろその外からジュリエコーン、その隣にタプローナース、オールドクーリア、この馬もこのグループ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はグリッタルウェイ、2番手はサーテンマーケットリー、カウントアンジュレ、3番手アマノフィッツ。この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はグリッタルウェイ、サーテンマーケットリー続いています。カウントアンジュレ、その後ろマーベラストゥモロー続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グリッタハロウェイ先頭、内からアマノフィッツ、先頭変わってアマノフィッツ、残り 200m を通過してアマノフィッツ、余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はスクリーンダッシュ、アマノフィッツ強い強い、アマノフィッツ圧勝ゴールイン。2着はスクリーンダッシュ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノフィッツ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。桜オペラ先頭、内からぐんぐんとアマノラゾディナー、先頭ルージュバック、2番手手応えはどうか。アマノラゾディナー先頭、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はルージュバック、アマノラゾディナー、この馬で決まりか。アマノラゾディナー今ゴールイン、段違いの強さです。2着はルージュバック、3着にパフェタイムズ、これは桁外れの強さだ。アマノラゾディナー。さあいよいよ直線の攻防、天の進撃先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってマキシマムドパリ、マキシマムドパリ先頭、マキシマムドパリ先頭、マキシマムドパリ1着、2着にはどうやら当選ビクトリー、勝ったのはマキシマムドパリ、ナビオン完敗です。着外に沈みました。
さあいよいよ直線の攻防。エルパトリシア先頭、外から勢いよく凱旋パワースポ、先頭変わって凱旋パワースポ、残り 200m を通過して凱旋パワースポ、余力は十分か、さらに引き離していきます。凱旋パワースポ1着、凱旋パワースポ完勝。2着はパイキルーズ、3着にデイシンオルドス。凱旋パワースポ見事1番人気に応えました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アマノキャリパミュ先頭、後続を引き離しにかかる。モーニン懸命に追いすがります。アマノキャリパミュ先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はモルトベーネ、とてつもない強さ。アマノキャリパミュ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はモルトベーネ、3着にクロスクリーガー、これは桁外れの強さだ。アマノキャリパミュ まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。
さあ最後は大外枠のノーザンリバーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。クリソライト、これはいいスタートを切りました。ダノンレジェンド、この馬も好スタートを切りました。15番ローマンレジェンド、行きました。大勢レジェンド、競りかけていきました。先手を取ったのは大勢レジェンド、その外からクリソライト、さらにはダノンレジェンド、その外にノーザンリバー、すぐ後ろにハッピースプリント、好位置をキープしています。北高たる前、サンビスタ、すぐ後ろベストウォーリア、そのうちに続いていますナムラビクター、その前に進出アマノスカイツリー、それに続いています。並んで連勝中の名勝住友、内からはサミットストーン、これに続くのが凱旋ジュピター、その外にボレアス、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。クリソライト、2番手はダノンレジェンド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。クリソライト先頭、前に迫るダノンレジェンド、クリソライト先頭、外から勢いよく北高たる前先頭、残り 200m を通過して、先頭は北高たる前、一気に天のスカイツリー、北高たる前厳しいか、天のスカイツリー大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、フィエロ先頭、さあ天の地レジカ一気に来た、フィエロ先頭、2番手は天の地レジカ、フィエロ1着、2着は天の地レジカ、1番人気に応えました、フィエロ見事です。
Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。残り 200m を通過して、日本と世界意地のぶつかり合いだ。ゴールドシップ、さらに足を伸ばす。2番手はテレスコープ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はテレスコープ、3着にアイバンホー、ゴールドシップ、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。ここサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場に世界中のダートの猛者たちが集結しました。世界最高の賞金額を誇る、まさにドリームレース、サウジカップ、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ、前に行くのはどの馬か。ポパノリッキー前に行きそうです。リアムズマップ、それに続いています。さらにはソロー、 G1 3勝カリフォルニアクローム、その後ろ、先手を取ったのはリアムズマップ、その後ろからはアフリカンストーリー、トーキングデシート、それに続いています。アルキオーナミュミディ、そのうちに続いています。その隣にフェイバリットコカード、これに続くのがグイネバズブリーフ、青の帽子、バラードハイフレンド、その後ろ、すぐ隣にアイアンエミーウェイ、オッパーチュニティ、それに続きます。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ワイズダン、すぐ後ろ、しんがりからフェイバリットチェスト、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から足毛の馬体、リアムズマップ、依然として先頭。2番手に最強王者コパノリッキー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったコパノリッキー、あと 200m、 コパノリッキーアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はソロー、先頭はコパノリッキー、1着でゴール、2着はソロー、3着にホッパーチュニティ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。コモンズ SD 先頭、外から勢いよくトロアボヌール、トロアボヌール抜けた。2番手は肩の点上げ、トロアボヌール1着、2着は肩の点上げ、3着にノットオーソリティ、勝ったのはトロアボヌール。さあいよいよ直線の攻防、凱旋シュガー先頭、後続を引き離しにかかる。あと 200m、 先頭は凱旋シュガー。凱旋シュガー後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、凱旋シュガー、わずかに凱旋シュガー体勢有利。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。肩の風立ちぬ先頭、後続大きくちぎれました。2番手はスパイヤード、とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。これは物が違う、肩の風立ちぬ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の子玉でしょ、先頭、残り 200m、 モーリス追い上げてきた。モーリス抜けた。2番手は天の子玉でしょ、モーリス、モーリス1着、2着は天の子玉でしょ、3着に肩の上げぽよ。これが G1 馬の実力だ、モーリス。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。白山ムーン先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。片野頑張ろう、さらに突き放します。2番手は白山ムーン、片野頑張ろう1着、片野頑張ろう完勝、2着は微妙です。まずは前哨戦を制しました片野頑張ろう、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はワールドアプルーバル天の富士さん。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はワールドアプルーバル天の富士さん。見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ラシタ好スタートを切りました。栄心光この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してラシタ花に立ちます。その後ろからは栄心光この馬も上がっていく構えです。さらにはパーラーガルーチャ9番アンブレラキーウィその後ろ先頭は栄心光短期の逃げに持ち込めるでしょうか。これに続いてギネススタリーンこれに続くのがインポートグッドリーリジーナそれに続きますピンクの帽子オーダーシティテキサスその後ろマニナロンドラすぐ後ろその隣にザガーデンイーブンすぐ後ろにコンサートカップさらにはギムレットドリマーこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として G12 勝栄心光2番手はアンブレラキーウィギネススタリーン3番手さあ栄心光このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は栄心光間が空いてアンブレラキーウィ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m 長い直線ここからどうか。日曜王者の争いだ。栄心光先頭差は3馬身後続の手応えもいい。残り 200m 一気に後続が襲いかかってきた。ナイトオブサンダー抜けた。2番手は栄心光ナイトオブサンダーナイトオブサンダー1着2着は栄心光3着にリジーナ勝ったのはナイトオブサンダー見事な勝利です。
短い直線に入って後続は届くかどうか。ラブバレット先頭、前に迫るランウェイワルツ、あと 200m。 ここで先頭変わってランウェイワルツ、2番手はラブバレット。一気に片野吉田沙織、ランウェイワルツ、ランウェイワルツ。1着2着は片野吉田沙織、3着にラブバレット。勝ったのはランウェイワルツ。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。片野アベンジャー先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手は日本ピロアワーズ、片野アベンジャー今ゴールイン。段違いの強さです。2着は日本ピロアワーズ、3着にサニーリスク。勝ったのは片野アベンジャー。さあいよいよ直線の攻防。天野ヘビロテ先頭、残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。2番手はエイシンブルズアイ、これは強い。天野ヘビロテこの馬で決まりか。天野ヘビロテ今ゴールイン。段違いの強さです。2着はエイシンブルズアイ、3着に湘南アチーブ。1番人気に応えました。天野ヘビロテ見事です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。バウンド先頭、2馬身から3馬身のリード、内で食い下がるマキシマムドパリ。バウンド先頭、残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はマキシマムドパリ、後続は大きく離れた。バウンド独走、バウンドぶっちぎりです。2着はマキシマムドパリ、3着にキャットコイン。これが G1 馬だ。バウンド第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 一気に後続がやってきた。前に迫る里のクラウン、先頭を伺う勢い。北三ブラック差し切った。北三ブラック、北三ブラック、1着2着は里のクラウン、3着に天野半沢。北三ブラック見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野スパイダーマン先頭、差を広げにかかります。天馬ブルーズ懸命に追いすがります。外からオリーブバリアー、残り 200m を通過して天野スパイダーマン意地を見せる。2番手はクランモンタナ、天野スパイダーマン先頭だ。先頭は天野スパイダーマン、1着でゴールイン。2着にはどうやらクランモンタナ、3着にアドマイアデウス。天野スパイダーマン見事1番人気に応えました。
こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。サンセットグロット前に行きそうです。アマノテルマイロそれに続いています。さらにはミレニアムスキン5号ギンランドアープライド、その後ろサンセットグロット先手を取りました。その外からセレスティアルシャワーラッキーディクテイツ、それに続きます。その外にブランドライド、内からはホリデイキーパー黒の帽子豪華さすがラーシャ、その後ろこれに続いてメルデイ・ルーインディ、その隣にルアーパロディシア、すぐ隣に当選スターダムアドミラルズハード、すぐ後ろ並んで7番メクストアゲインアンブレラガスパン、それに続いていますしんがりからアリゾナパール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前はサンセットグロット、まだ粘っています。ミレニアムスキンほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭はセレスティアルシャワー、リードは2馬身から3馬身、ミレニアムスキン懸命に追いすがります。アマノテルマエーロまだ後ろ、セレスティアルシャワー先頭、あと 200m セレスティアルシャワー後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はアマノテルマエーロ、セレスティアルシャワー、セレスティアルシャワー1着、2着はアマノテルマエーロ、3着にアリゾナパール、勝ったのはセレスティアルシャワー、見事な勝利です。
こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアマノスカイツリー、ダンカンルピー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアマノスカイツリー行きました。続いて前へ行くのはダンカンルピー、さらにはリアルインパクト、12番バッファリング、その後ろ先手を取ったのはアマノスカイツリー、少し間が空いてフラグラントウィンストン、その外にディシデント、チャートマフィン、そのうちに続いています。すぐ後ろにオールドパレスタイン、テラビスタ、その前に進出、これに続くのがヘルマデク、内からはスナークテイル、さらにはギャレイメガラニカ、その隣にトレジャージュード、内からはフィーナーミスリル、先頭は依然としてアマノスカイツリー、アマノスカイツリー、さらにリードを広げます。2番手はダンカンルピー、バッファリング、3番手さあアマノスカイツリー、このまま逃げ切れるでしょうか。アマノスカイツリー先頭、前に迫るダンカンルピー、残り 200m、 アマノスカイツリーさらに足を伸ばす。2番手はダンカンルピー、ディシデント、差し切ったディシデント、1着2着は微妙です。勝ったのはディシデント、見事な勝利です。さあいよいよ直線の攻防、天馬サウンド先頭、凱旋陣路先頭、引き離しにかかるノボバカラ2番手、手応えはどうか。残り 200m、 先頭は凱旋陣路、2番手はノボバカラ、カフジテイク迫る、先頭は凱旋陣路、1着でゴール、2着はカフジテイク、見事に勝ちました凱旋陣路。さあいよいよ直線の攻防、天野女子会先頭、あと 200m、 天野女子会意地を見せる、スイートサルサ必死に追います。天野女子会先頭、2番手はスイートサルサ、天野女子会強い強い、天野女子会圧勝ゴールイン、2着はスイートサルサ、3着に天馬ディルに出す、1番人気に応えました天野女子会、見事です。さあいよいよ直線の攻防、ユールシンギング先頭、残り 200m、 天野チレジカ先頭だ、残り 100m、 2番手はユールシンギング、天野チレジカ先頭だ、天野チレジカ、天野チレジカ、1着2着はユールシンギング、3着にウィンマレライ、1番人気に応えました天野チレジカ、見事です。
さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋切り口から先頭あと 200m。 ここで先頭変わってレッツゴードンキー、残り 100m。 2番手はミッキークイーン、レッツゴードンキー、この馬で決まりか。レッツゴードンキー1着、レッツゴードンキー完勝。2着はミッキークイーン、レッツゴードンキー見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野イクメン先頭、後続は大きく離れました。天野アンドロイド必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して後続は大きく離れました。2番手は天野アンドロイド、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天野アンドロイド、これが G1 馬だ。天野イクメン
We'll be right back.